ノイジー残留の決め手はやはりあれだった。その去就が注目されていたハンシン・シェルドン、ノイジー28の来季残留が決定したことが14日までに明らかになった。夏の時点では1年契約を更新しない方針だったが、8、9月に成績が右肩上がりとなり、日本シリーズ第7戦でのスリーランなどで評価が一転、1年契約での逆転残留となった。ただ今季のトータルの成績は満足のいくものではなく、他選手とのバランスも考慮して異例の減額での契約更新となった。いらねえは解雇してくれ、またスタメン固定で減俸って具体的にいくらよ。小野寺はホームラン打てねえからな、あの愚痴がノイジーとの競争枠だわ。あのスリーラン打った瞬間は俺も残留させてえなって思ったけど、劣勢になるといらんな。覚醒ノイジー3割20本打つよ。来年バース並みに打ちそうで、いや日本野球に対応できればいいんだがな、真面目っぽいし応援したい。まあ日本一の立役者きれいやろ。ノイジーが日本一にしてくれたようなもんやもんな。岡田が日本代表監督なったら6番のイジーフルイニング固定しそう。減俸を受け入れたんか、かなり珍しい例やな。ぶっちゃけあのスリーランで許されたやろ。ご視聴ありがとうございました。